さあ、行くぞ。が先頭に変わって、さらには7番アメリカンチーフ、8番の大勢アディクトが追っている。4頭の争いに内を狙って6番のグランドエスケープを追ってきた。200を切ってわずかに7番アメリカンチーフ、これを8番大勢アディクトが捉える。8番大勢アディクト先頭に変わって7番アメリカンチーフ2番手、その後3着争い4番名将トム盛り返すか。8番大勢アディクト降臨、2着7番アメリカンチーフ、3着争い2頭の競り合いは4番。14番イーデンテソーロ2番手から追っています。その後インコース1馬身半差、6番のベネロングポイントが3番手ですが、外からあっという間に2番のライスフォルが襲いかかって一気に抜けてくるか。そのうちからは9番のグッドウッドガイも追い込んできた。さあ残り150の攻防、2番のライスフォルが先頭、そしてうちから6番ベネロングポイントが2番手で、9番グッドウッドガイ3番手、2番ライスフォル開始をゴール。2着6番ベネロングポイント、9番グッドウッドガイ3着でした。そのうちからは3番メテオールライトが追っている。外から5番のチョッピー、後方にいた5番のチョッピーがスーッと追い込んでくる。さあ坂を上がって抜けれた8番カフェノワール、200を切ってリードが体半分、内盛り返す2番のラズライト、さらには9番エールミネルバ、これに襲いかかる3番メテオールライト、さらに外からは5番のチョッピーで抜けた3番メテオールライト、メテオールライトが先頭でゴール。2着が接戦、5番チョッピーか8番カフェノワールか。このから11番の令和三三と横にずらっと広がっている。これらの後ろ各馬の間をやや外め、狙っている4番のコルネオニス。さあ坂を登ってくる、先頭15番のモンサンケコアに変わった。モンサンケコア200を切りました。外は11番令和三三、その間をついて4番のコルネオニス、コルネオニスが伸びるか。外11番令和三三、この2頭の争いは前2頭全く並んで降臨。その後15番のモンサンケコア3着。さらに外からは10番のモアニと横に広がって、その外へと出した3番セジールレーブ、坂を上がってくる。突き放した4番ナムラエデン、リードが2馬身です。2番手には12番サロニコスと10番モアニ、この2頭が前を懸命に追っていますが、その後ろはちょっと離れてしまっている。粘っている4番ナムラエデン1馬身半リード、12番サロニコス2番手ですが、ナムラエデンゴール。2着12番サロニコス、その後10番のモアニ3着でした。1番のハルクバローズ、坂を上がって3馬身4馬身リード、2番手は8番のトモジャ・アルマンド、そのうちから2番のストリンジェンドが並んでいって、一気に2番手から先頭って200を切りました。その後3、4馬身がいて、内を狙って7番のサンランシングを追い込んでくる。一気に2番のストリンジェンドが先頭に変わって、8番のトモジャ・アルマンド2番手に上がる。3番手には外から12番カミール上がるか。圧勝2番ストリンジェンド降臨。2着争い最後接戦、8番トモジャ・アルマンド。ガンウルフの追走で、そして外から追ってくる2番の青髪、さらには内をついて11番のガウロン、残り200を通過。アルムエアフォルクはまだ中段外め、200を切って先頭5番の名将小頭、突き放して4馬身5馬身、これは独走態勢。そして2番手には2番の青髪、内田は3番ガンウルフが粘って、さらにはマウンテンエース、さらにガウロン、オーストラ7番のアルムエアフォルク、名将小頭降臨。
2番手は6番のマウンテンエース。で4コーナーカーブ直線400を通過。さあ粘る1番の里のリーベですが、4番のフリューゲルホルン、この2頭の競り合い、そしてその2頭の外から6番の追ってくるロジーシルバー、現在3番手に脚を通過。それから14番ルクスビッグスターとズバンズバン、大阪17番タイキラクターの追い込み。さあ粘る1番の里のリーベ、そして6番のロジーシルバー、2頭の争い、ロジーシルバー、そして里のリーベ並んでゴールイン、さらにはタイキラクター。狙って1番のセイウンデセオ、残り400を通過。馬群の外から追ってくるのは9番のバウンシーステップ、坂を駆け上がって先頭はビーグランド、そこから9番のバウンシーステップが一気に捉えて200を通過。さらには3番のスクラスブレンダーと内から1番のセイウンデセオが2番手の争いです。さらにはその外から追ってくるのが6番のラバンダ、2番手争い、先頭9番バウンシーステップゴールイン、2番手は1番のセイウンデセオ、3番手が6番のラバンダ。2番手前を追います。そして響きは最内をついて、さらに外からは11番のクリーデンスが追ってくる、坂を駆け上がる。さらに外から追ってくるのは16番の名将ひづくりと、大外1番のラックスアットゼア、残り200を通過して1番のラックスアットゼアが抜けた。そして2番手争い9番響きが粘っているが、外から12番のエレガントムーンと、さらに8番のドラゴン悟空が突っ込んでくる。ドラゴン悟空が捉えてゴールイン、最後外から8番。これ400を通過して、ホーホービスケッツ、ユニコーンライオン2頭が並んで、ヤマニンサルバムがその人から追ってきた。そしてその後ろはずらーっと広がってリューベック、さらにはカンその間から4番のシュベリエローズが追ってきて200を通過。そのからはキラーアビリティ、それからピンハイ、さらに早やっこです。さあ抜けたのは7番のヤマニンサルバム、早やっこがぐんぐん差を捨てる。ピンハイ3番手、7番ヤマニンサルバムゴールイン、ヤマニンサルバム重勝。ユニオンが接近、フライングブレードはその2頭の内にコースを取っていく。前3頭が広がって、さらにはラボルダが相手から追ってくる。そしてその外からはクイーンズコスモス、そしてその内からは6番の東方ジュナール、残り200の標識を通過。大下8番リシャール・ケリーも追い込んできた。さあ前の争いですが、3番のラボルダが立った。フライングブレード2番手ですが、外から8番リシャール・ケリー接戦、先頭ラボルダゴールイン、2番手が2頭、4番フライングブレードと